何か用？なかなかやるじゃない。何か用？元気いっぱいね。いい感じだわ。いい仕上がりだわ。いい感じだわ。元気いっぱいね。嬉しそうね。クエスト達成よ。おお、どうかしら。何か用？一番人気よ。ただいまより投票受付を開始します。北の大地が熱狂する夏の大一番、秋への飛躍を誓う各場であります。さあ飛び出した12頭、まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。3番大気ブリザードが先手を取りました。その後ろでやりましょうか。インターライナーツインターボがかわしていきました。あとはずっと下がって、これが和光地下湖。7番肩のミラクル AP グランプリがそのうちにいます。そしてその後ろから8番メイシオレグナム、5番ヤマニンコックス、12頭が第2コーナーに向かいます。そのうちにあります。先頭行く黄色い帽子はツインターボ、先頭カモギとツインターボ、外からはパタノミラクルが来ている。パタノミラクルが差を詰めてくる。ツインターボ先頭、外から1頭パタノミラクル、2番手にパタノミラクル、パタノミラクル1着札幌記念、勝ったのは7番パタノミラクルだ。確定しました。レースを終えた馬が戻ってきたわ。
まずまずかしら。気合い十分ね。いい感じだわ。あら、いいじゃない。うん、いい。何かよ。気合い十分ね。いい感じだわ。気合い十分ね。いい感じだわ。何かよ。元気いっぱいね。いい感じだわ。何かよ。今週はレースがあるわね。気合い十分ね。いい感じだわ。何かよ。2番人気ね。ただいまより投票受付を開始します。栄光の天皇盾へと向かう東京競馬場2000メートルのスタート地点。果たしてどんなレースをするんでしょうか。第一コーナー奥、ポケットからのスタート。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、典型的な逃げ馬はいません。思い切っていくのは何か。押し出されるようにして藤山健山が先頭です。
そしてそのうちに2番ネハイシーザー、1番カタノミラクル、12頭第2コーナー左にカーブを取ります。三輪林ではこの辺り、そして外からは和光近子、その後ろ3馬身くらいあって桜千歳王、舞新山、内から1頭ウイニングチケット、その後ろでやりましょうか、ロイス&ロイス、そして内からはナイスネイチャー、それから11番石庭竜王、そしてしんがりから5番マチカネタンホイザという展開です。もう一度先頭から紹介しましょう。先頭は依然として藤山健山、ちょっとばらけてきました。これを追って2番ネーハイシーザー、今日も勝利をつかむか肩のミラクルと見ない騎手、これが1番人気の三輪林手であります。外を通りまして和光近子、それから離されまして桜千歳王、そしてその後ろからウイニングチケット、さあ栄光の天皇立場であとは直線を残すのみであります。肩のミラクルは3番手といったあたり、藤山健山が抜け出した。肩のミラクル懸命に追う、先頭は藤山健山、肩のミラクルが3番手、ウイニングチケットが間から突っ込んでくる、ウイニングチケットが追い込んできている、三輪林でかわして先頭に立った、先頭は4番三輪林でウイニングチケットが差を詰めてくる、ウイニングチケット1着天皇賞秋、勝ったのは8番ウイニングチケットだ。確定しました。レースを終えた馬が戻ってきたわ。